では新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年も澤ダイレクトよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで澤ダイレクトチャンネル、はい、ということで始まりましたけれども、そうですね、どうですか。ついに始まりましたね。まあやっぱり今澤ダイレクトで一番こうホットな情報をねどんどん紹介していけたらいいかなというふうに思ってますけども、本当に届けてくれる。もちろんです。あ、そう、はい、わかりました。届けますよ。ちなみに誰。いや、私ですか。私言いますか。お願いします。はい、私は澤ダイレクトの南波と申します。よろしくお願いします。お願いします。あ、ちなみに私が三宅と申します。よろしくお願いします。ということで、地元が一緒で中高は同じっていう縁もありまして、ね、この2人でお届けできればと思いますので。お願いしますね、先輩。今度はいらんけど、よろしくお願いします。すいません、お願いします。お願いします。はい、では早速商品紹介していきたいと思いますが、はい、今回ご紹介させてもらうのがこの超音波洗浄機になります。こちらの澤ダイレクトの2022年総合ランキングで1位に輝いて、一番多くお買い求めいただいた商品になります。こちらの皆さん、おなじみですけど、メガネであったりとか、アクセサリーとか、そういったものを超音波洗浄機を使って、きれいにしていただくんですけども、この商品の特徴というのが、この洗浄層がですね、こういう分離式という形で離れるというのが一つのポイントです。これはそのまま水を、ね、入れに行くとき、買いに行くとき、そのまま持っていける、わざわざ電源コードを抜かなくてもいいというのが最大の特徴なんですね。これ非常にご購入いただいた方から支持されている、ポイントかなというのがあります。で、実際これ蓋がついてまして、中に付属でこういうアタッチメントが2種類ついてます。アクセサリーを、つけていただいたりとか、こちら腕時計とかですね、結構汚れとか結構溜まってるんですよね。そういう使い方が結構多いかなと思ってたんですけど、実はプラモデルで使われてるっていう、お話を結構聞くんですけど、ご存知でした？全然。いや、僕も全然知らなかったんです。結構商品レビューですね、多くいただくんですけど、その中にこうプラモデルで使ってますっていう内容を多くいただいてます。スタッフさんはプラモデルされます？しない。ということであればやってみましょうかね。ナンバーが教えます。じゃあこの後実際にやってみたいと思います。ちょっとじゃあ早速、はい、いってらっしゃい。組んでいきます。いってらっしゃい。行ってきます。はい、いってらっしゃい。お待たせしました。やっぱりこれが離れて持っていけるのっていいね。便利ですね、やっぱり。じゃあ早速ちょっと入れてみますね。そうですね。ちょっとその前に、一応タイマー設定とかが一応5段階でできるので、お好みの秒数に合わせていただいて、今回は最大300秒いけるので、これでちょっとセットしていきたいと思います。じゃあ実際にちょっとプラモデル入れてみますか。今回ちょっとプラモデルは社員の方にちょっとご用意いただいて、あら、家から持ってきてもらいました。そうなんですね、はい、じゃあこれを入れていきたいと思います、はい、入れてください。ちょっとじゃあこれで蓋をして、あとは300秒に合わせたのでこれでスタート。はい、お願いします。ということで、今回はプラモデルの方をやらさせていただいてますけど、私は子供が3歳と1歳がいまして、はい、本当はちょっと今日こういう子供のおもちゃを洗浄したかったんです。でやっぱりこういうのってよく口に入れたりとかして遊ぶおもちゃなん でアルコール消毒で拭くっていうだけでもいいんですけど、中に入った唾液とか綺麗に取れないなってずっと思ってたんで、こういうのも超音波洗浄機でやるのもいいかなと思ってますんで。確かにね。300秒5分ちょっと待ちます、ね、ちょっと待ちますので、しばしお待ち。はい、終わりました。あ、ピーとかはない？ないです。じゃあ実際にちょっと開けてみたいと思います。お願いします。これ実際にプラモデルを超音波洗浄機に当てることによりどうなるの？洗浄することによって表面に付着した削りカスや指紋汚れなどを除去して塗装などをきれいに仕上げることができます。
この超音波洗浄機で洗浄した後、食器乾燥機で、たくさんパーツを並べて乾燥していく。そうそう、食器乾燥機。なんか結構家電量販店に行くと三種の神器みたいなところで販売してるっていうのもあるみたいなので、実際ちょっと今日食器乾燥機ないんですけど、まあ、この後はそうやって乾燥していくということになってますので。はい、ということで、超音波洗浄機、いかがだったでしょうか。ケンさんどうでした。めっちゃいい。いいでしょう。めっちゃいい。本当ね、やっぱ使ってみるとね、よく良さっていうのもありますし、これすいません、動画には撮ってないんですよ。さっきアップローチのバンドを綺麗にしたんですけど、めちゃめちゃ綺麗だし、綺麗になりました。もう気持ちいい。今気持ちいい。オーバーでしょ。今気持ちいい。絶対やるべき。まあ、今回ね、こういう形で紹介させていただいて、また次回もですね、まあ、ホットな情報を、どんどんと、まあ、紹介していきたいと思いますが。そうですね。まあ、あとは、まあ、社員だからこそ知る情報、裏話とかね。お客さんが、まあ、そうだったのかというような気づきを持ってもらえれば、この動画の意味があるかなと思うので、まあ、ぜひ続けていきたいというか、続けさせてください。そうですね。正直まだこれしかやってないし。そうですね。ということで次回はお楽しみということで。わかりました。ではすみません、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。お願いします。